はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回も龍が如く維新パート34始めていこうと思います。今回は、お尋ね者をやろうかと思ってたんですけど、この2人なんか話しかけられるからやろうと思います。このクソババア、怒る息子、このクソババア騙しやがったな、うろたえる母親だ。だってうっちゃんこうでもしないとお外出てくれないから、引きこもり、どういうつもりだよ、息子を騙して外に連れ出してよその家の養子、それはどういうつもりだよやな、息子を騙して外に連れ出してよその家の養子になる手続きさせようとするなんて、だってじゃないとうっちゃん一生部屋住みじゃない、それでもいいの。あーまあまあ、お母さんはお母さんで苦労していらっしゃるんかな、強行突破に出たな。でも部屋住み最高じゃねえか。あ、でもなんかちょっとこの感じは嫌やな、開き直りすぎてる。部屋住み最高じゃねえか、働かずに生きていけるんだぜ。でも部屋住みじゃ結婚もできないわよ。部屋住みって働かずにもう家に引きこもってるっていう認識でいいんかな、合ってるかな。あ、うるさいな、女なんて必要ねえし、俺は家に帰るからな。まあなんやろう、ちょっとあれやな、悩みは抱えてはる感じやな。ま、待って、うっちゃん、ううう、いやでも今度泣かせるような状態にしたらやっぱうっちゃんあかんのちゃう。もうサブストーリーのタイトル引きこもりやわ。いやまあな、いろんな事情があるんかもしれんけど、今見た限り勝手に想像するとちょっと息子さんの方にね問題がありそうですけど、ありがとうございますね。あ、今の見られてましたよね、お恥ずかしい。さっきの男はあんたの息子か。はい、名前を内太郎と言うんですが、うちの、あ、次男、お兄ちゃんはなんかもうなんやろ、ちゃんとしたはんのかな。今は部屋住みなんです。部屋住み、ご承知かとは思いますが、武士の家系では家を継げるのは長男だけです。はあ、家を継げない次男などの下の子は部屋住みと呼ばれ、あ、じゃあまあ真っ当なん、部屋住みと呼ばれ、たとえ実家だとしても居候扱いを受けることになります。そうなん、本来はじゃあ出ていくのが当たり前なんかな、それこそ養子にしようとしたはったけど。そうだな、もし長男が亡くなり家を継ぐ者がいなくなった時の保険として居候として住まわせているんだったか。あー、じゃあその次男坊の内太郎くんもまあなんやろう、俺なんて兄ちゃんの代わりでしかないんだみたいな、なんかそんな感じ、いたたまれない感じでもあるんかな。その通りです。さっきのやりとりもそのことが原因なのか。この時代独特の問題やな。部屋住みは居候だから働かなくていいと言ってもそれだと肩身が狭いでしょ、親戚や世間の目もあるし、まあ、本人は開き直ってたから肩身パッと見は狭くない、もうこれで行くんやって感じではあったけど、そうだな、普通なら養子になって武士になれる家を探したり一芸や学を身につけて寺子屋や道場の師匠をやったりして働き口を探すと思うんですけど、まあ普通を押し付けるのが必ずしもいいとは思わへんけど、まあ普通はこうなんやな。あの子内太郎たら働かずに生きられるならこのままでいいって言うんです。いつも家に引きこもって遊んでばかり。遊んでばかりか、それはちょっといただけへんかもな。私あの子が心配で心配で。なるほどな、確かに将来的なことを考えると今のままでは良くないな。いつまでも家住みしてるわけにはいかへんやろうしな、おじいちゃんになるまでとかでしょ。それで今日あの子に嘘をついて外に連れ出したの。よその武士のお宅へ養子になる手続きをさせるため。それもそれで強引やけどな。そしたらバレて怒って帰ってしまったというわけか。相手方でもまたはんちゃん。私どうすればよいかもうわからなくなってしまいました。八方塞がりですよ本当に。
俺も長男ではないから。あ、そうなん？あ、まあそもそもあれか、もうなんやろ、お家が焼けてしまったというか、あんたの息子の気持ちもわからんではないが。え？え、そうなんですか？あの、それでしたらぜひ息子とお話ししていただけないでしょうか。何？え、俺がか？はい、同じ境遇だった方が話を聞いてくれるだけでもとてもあの子のためになると思うんです。お願いします。少しだけでいいんです。あの子とお話をしていただけないでしょうか。あ、まあ今より悪くなることはないか。失敗したとしても話をしてみる。わかった。本当ですか？ありがとうございます。でもな、魚でしんひんようにうまいことをやらなあかんな。あ、そうだわ、お名前を伺ってもよろしいかしら。斉藤だ。斉藤さんですね。よろしくお願いします。では早速参りましょうか。うん、世に出るなんていいことなんてないって思わせへんように希望を持たせなあかんな。うっちゃんいるんでしょ？さっきはごめんね。うっちゃん、あのね、今日はうっちゃんのために斉藤さんって方がいらっしゃってくれてるのよ。いや、見ず知らずの人結構抵抗あると思うけどな。部屋に行ってもいいかしら？ダメに決まってんだろ、帰らせろよ。まあまあ、そういう気持ちはわかるよ。はあ、いや、でもでもでも、ちょ、お母さんがちょっと優しすぎるのもあるかもな。優しいのはいいことなんやけど。上がるぞ。あ、もう無理やり。はい、うっちゃん、何、なんかいっぱい物は書いてんの？何もくちらかってんの？あんた誰だよ、勝手に入ってくるんじゃねえよ。めっちゃ広い部屋あてがわれてるやん。俺は斉藤だ、お前と話をしに来た。ああ、何なんだよ、何なんだよ。斉藤さんもね、武士の家系に生まれたのに長男じゃないんですって。でもな、実際長男坊がなんかお家引き継いで立派にやってますっていうなんか背景ではまたちょっと違うからな。同じ、全く同じ境遇ってわけじゃないんやけど、うっちゃんがいろいろ相談できるんじゃないかって思って来ていただいたの。あ、頼んでないだろ。それに会ったばかりのやつに相談なんかできるわけないだろ。いや、逆に今この瞬間限りの関係やから何でも言えるんちゃう？知り合いの方が相談しにくいことやってものによってはあるやろ。奥さんすまんが、こいつと二人きりにさせてくれ。え、あ、はい、そう、男同士の方がいいかも。お母さんになんて聞かれたくないやろ、相談してる状態なかなか。それじゃあね、うっちゃん。お、あ、ちょ、え、何、いては欲しかった？人見知りするタイプ？大丈夫やで。沈黙。母親がいなくなった途端、急に無口になってしまったな。お母さんにしか強い態度でできひんのやろう。もう、何か話を振ってみようか。いつも何してるんだ？友達はいるのか？好きなことは？これはちょっとあかんよな、多分、きっと、おそらく。いつも何をしているんだ？好きなことは？あー、二択だと思うけど、とりあえず話しやすそうな答えは絶対あるやん。好きなことはもしかしたら言いたくないかもしれへんけど、いつも何をしているかも言いたくないかな。いや、でも一番答えやすいのはこれな気がするな。ずっと家に引きこもっていると聞いたが、一体いつも何をしているんだ？大丈夫か？ちょっとトゲあった？大丈夫？え？母親に買ってきてもらった瓦版を読んだり、春画を、あ、これ周りに転がってんの春画これ？いや、そんなこともないかな。春画を見たり、基本家でゴロゴロしてる。まあ正直やん。他には特にないよ。素直さは認めます。え、本当に他に何もないのか？本当だけど、それでいいのかお前は。ん、え、何がだよ。家の外にはお前の知らない面白いものがもっとたくさんあると思うぞ。あ、いいこと言う、いいこと言う。そうやで、世界は広いで。人生は一度きりだ。このままずっとそんな生活でいいのか？後悔するんじゃないのか？
もう今で十分満たされてるって言うならまたなんか違う切り口もあるかもしれへんけど、パッと見もう退屈そうやもんな。あ、いや、その、はい、まあ、本人もほんま分かってるんやろ。そうですね、そうでしょ。まずは部屋を片付けることから始めてみたら。そうやな、この男が自分を変えようとする何かきっかけのようなものが必要だと思うが、見ず知らずの俺がいきなり正面から言っても聞き入れてもらえないだろう。ヨモさん分かってるやん。一体どうしたものか。そうやんな。まずは何気ない会話で打ち解ける。将来について、いや不安を煽っても一発殴るもあかんやろ。あね、これが聞くタイプの人ももしかしたら、まあ場合によっては いるかもしれへんけど、少なくとも目の前のうっちゃんはあかんやろ。まずは何気ない会話で打ち解ける。何気ない会話から内太郎との心の距離を縮めねば。内太郎、お前はどんな女が好きなんだ。春画とか見てたら、その点のタイプ、いろんなタイプの女性がいることぐらいは知ってるやろ。女、いきなり何、あ、そうやな、いきなりすぎたか、ごめんな。その年だ、いろいろ経験もあるだろう。 あるだろう。どういう女が好みなんだ。いや、ないパターンもあるやろ。ほら、経験ないよ。いや、それが悪いこととは限らへんねやで。いや、家にずっといるのに女と出会う機会なんてあるわけないじゃない。そういったお店にも行かないし、行かんでいいと個人的には思います。いや、でもタイプぐらいはあるんちゃうの。いや、まあね、あー、そっか、毎日目にする女といえば母親か親戚のおばさんか春画の薄っぺらい人たちだね。春画はまたなんか違うんかな、まあ、写真ともまた違うしな、あくまで絵なんか。でも好みの春画の絵とかないんですか。何聞いてんだろう、うち。だから好みって言われるとよくわからないな。そうなのか。あ、でも、あ、理想、おうおうおう、もうそれでもいいよ。理想ならあるかな。おう、どんな理想だ。そうだな。おう、髪が長くてすごく美人でおしとやかで優しくて、俺だけをずっと好きで、家が金持ちで床上手で料理も得意で、俺を養ってくれる人かな。そっか、じゃあそれに見合う男性になる努力はしないとね。ね、ずいぶん理想が高いな。ま、あくまで理想やからね。だってその人と一生添い遂げるわけでしょ。これでも妥協してんの。あ、地主の娘とかだったらなおいいよね。いや、もちろん理想を語るのは自由やけどさ、まあ、現実はともかくって話やんな。時々窓からさ、その辺を歩いている女たちを見かけるんだけどね。あー、やっぱり一発殴る必要がちょこっとあるかもしれん。いや、あんなのダメダメ、見るからに平凡って感じ。色気も教養もなさそうだし、あんなのは無理無理。いや、まあ本人たちを目の前に言ってるわけじゃないからさ、あくまで自分の部屋で言ってるだけやし。でも現実を見ろ。いや、ほんま、まあそれはそれで割り切って言ってるならいいねやけどさ、現実は現実、理想は理想って。お前は家に引きこもって何もしようとしないただの無職の男なんだぞ。自分では何もしようとせずに他人に要求してばかり、口ばかり達者で、そのくせ理想だけは高い。そんな男に理想の女が振り向いてくれると思うか。畳みかけるな。いや、お前がバカにしている普通の女にだって好かれるわけがないだろう。だって普通に見える女の人やってな、めっちゃいい人から、まあ場合によっては良くない人もいるかもしれへんけど、さあ、世界は広いねんで。いや、正しいよ、正しい。しまった、何気ない会話で打ち解けるつもりがつい説教をしてしまった。
内心分かってはいるんやろ。ああは言ってもその通りですよね。え、やっぱり、本当は分かってるんですよ。俺に誰かから好かれる資格なんてありません。いや、根は絶対真面目な人やと思う。あのお母さんもに育てられた子なんやしさ、あのお母さんを知るわけじゃないけど、全部をつい強がって周りの人を見下しているふりをして、そうやって自分を保ってるだけ。うん、めっちゃ素直じゃない？母、斉藤さん、今まであなたみたいにはっきりと叱ってくれる人いなかったな。あー、じゃあこの点はやっぱちょっとお母さんも叱ってあげた方が良かったんかもしれへんな。ありがとう。いや、めちゃめちゃいい子やん、素直。意図した通りではなかったが、内太郎が少し打ち解けてくれたようだな。あー、この素直さはうちも見習っていきたい。さて、ここからどうするか。勝負に出るなら今だ。もっと深く内太郎という男に踏み込んでみよう。あー、強引に、情に、え、これはお母さんも悲しんでるんだぞ、さっき泣いてたんやでっていうとかいう方向かな。これはあんまり良くないと思うし、ここに来てやっとちょっと打ち解けてきたのに強引なのも良くないし、一番いいのこれかな。うまくいけば一番いいのはこれやんな。自信できるかな。龍馬さんならできる。最終的に前に踏み出すのは内太郎自身だ。うん、劣等感の塊のようなこの男に自分にも何かできると、そう自信をつけさせることができれば。内太郎、お前には何か得意なことはないのか。なんかないの。なんか、なんでもちっちゃいことでもいいから、一つくらいあるだろう。一つ、でもな、これでないよって言われても、なんかある、なんかある、ちょっとしたことでもいいねんで。こう、なんか、あ、ほんま、あ、なに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 、一体なんなんだ、それはすごいな。あ、え、あんまり言いたくない。そうなのか。え、なにやろう、全然想像できひん。進学関係、ちょっといろいろあってさ。そうか、無理には聞かないことにしよう。え、でも、だがな、誰にも負けないと思える何かがあるということは、それだけで十分武器になる。もしお前が自分には何もできないと思い込んでいるのなら、それは大きな間違いだ。何に自信あらはるんやろう。お前ならきっと大丈夫だ、自分に自信を持て。でも一人でもこう言ってくれる人がいたら力になるかな。斉藤さん、ありがとう。そんなこと俺久しぶりに言われた、嬉しいよ。久しぶりってことは言われたことあるんやろ、お母さんとか。俺の武器、俺の自信か。そう、いやな、よかったよかったよかった。内太郎が前を向いて歩き出そうとしている。どうやらうまくいったようだ。ああ、そう、実は小さい頃俺剣が好きだったんですよ。まあ武士のお家やし、いいやん。ああいいやん。毎日剣を振って少し才もあったんでしょうね。自分でもわかるくらいどんどん上達していきました。ほうほうほうへえ、道場で開かれた大会では結構いい成績残したこともあるんすよ。あ、ちょっと言葉も砕けてきていい感じちゃう。ほう、それはすごいな。え、じゃあなんかその何、骨を折るような、腰の骨を折るような出来事あったんかな。長男じゃないから家は継げないって分かってたけど、将来は何か剣に関わる仕事をしたいって本気で思ってたんです。あー、何、どうしたん、あの時。あー、目の前で人が切り殺されたんです。あ、そう、死んだのは切られて当然の悪党でした。逃亡中のところを背中から同心に切られたんです。なるほどね。今までよくあるパターンみたいに、なんか選ぶった武士が善良な市民を切ったとか、そういうわけではなかったんやけど、その時初めて人が死ぬ瞬間を見ました。
やばい、龍馬さん、さっきもこの動画録画始める前に雑魚をザクザク切ってきてんやけど、どんどん流れてく血と、どんどん血流れてた。席を失っていく体を見てのたれ死んでた。俺すごく怖くなって、それと同時に思ったんです。あー、俺が一心不乱に振ってた剣ってやつは人の命を奪うためにあったんだなって。あ、まあな、この時代は特に直結するかもしれへんな。今の時代やったらな、そんなことないんやけど。気がついたら何もする気が起きなくなっていました。そんでいつの間にか部屋住みとしてダラダラと暮らすようになってったんです。なるほど。まあ気持ちはわからんでもないな。想像しかできひんけど、想像はちょっとできるつもりではある。もう剣は振らないの、握らないのか。はい、そっか。剣じゃなくても他のことでもいいから何か頑張らないといけないとは思うんですけどね。ダメなんですよ。何かにやる気を出した瞬間、目の前で悪党が死んでいく光景が蘇って力が抜けちゃうんです。そっか、剣を握るなんてもってのほか、俺には一生部屋住みがお似合いなんですよ。自分が楽しいと思ってた何かこう自分のな芯になってた部分が違ったかもって思って自信なくなっちゃったんかな。なんやろ、うまく言えへんけどな。真ん中に持ってたものが崩れちゃったんや。俺がどうしようもないやつ、どうしようもないなんてこの話聞いて思わへんって。むしろちょっと寄り添えるようになったわ。今日はわざわざ来てくれてありがとうございます。斉藤さんと話せてよかったです。今の自分から変わりたいって本気で思いました。いや、思えただけでも一歩ちゃう。まだ今すぐとはいかずとも、お願いだからもう帰ってください。帰ってくださいよ。帰らない、龍馬さん。あ、帰った。でもこれ解決し、一歩は進んだけど、今日はありがとうございました。せっかくおいでいただいたのにすいません。いやいや、こちらこそ。なんか大丈夫やったかな。いや、いや、力になれなくて悪かったな。いえ、そんなことはありません。あの子が家族以外の人と話をするってだけでもすごいことなんですよ。そう言っていただければ何よりなんですけど、また気が向いた時で結構です。あの子の話し相手になっていただけませんか。ああ、なるなる。いや、絆かな、この人も。それでは失礼する。でも絆ともまた違いそうやけどな。ん？あ、斉藤さん待ってください。あ、え？あ？ん？なんか終わる感じやと思ったらまた始まりそう。あ、いた、すいません。こわもての男、いてえな。おい、どこ見て歩いてんだ。そっちからぶつかってきたやんか。すいません。すいませんじゃねえよ。上等か？それ、上等なん？上等な着物に誇りがついちまったじゃねえか。払い、そんなん、ほんまについたんだとしても。あ、もう、はい。着物が汚れただけじゃねえ。こりゃ骨も折れてるわ。お前見たところ武士の家やろ？慰謝料くらい簡単に払えるよな。すいません、うちにそんな余裕は。あ、じゃあ痛い目に遭いてってことか。そんな、龍馬さん。おい、お前、おい、新選組や。あ、なんだ、なんか文句でもある。ある。この羽織が目に入らへんの。おい、聞いてんのか、文句があんのか。文句ある。あ、このくらい大声を出せば家の中にも聞こえているだろう。いや、あー、これはうっちーよ。いや、俺は何も手出しするつもりはない。好きにしろ。な、何言ってんだお前。あ、お母さんもでもアイコンタクトで、はい、わかりました。ち、
おいお前、金を払わねえって言うなら少し痛い目見てもらうから覚悟しな。それで許していただけるなら。うっち、いいの？お母さんが。はお前ふざけてんのか。覚悟の上やもんな。怖そうにしてるけど、どうやらこっちが本気だってこと分かってねえみたいだな。ううかわいそう。そろそろ限界か。うっちやめろ。うっちゃん、母さんから離れろ。あー、やっぱりいい子やわ。いやでもよく頑張った。あー、震えながら何を生きがってやがる。怪我したくねえなら帰んな。いやだ、怖くて震えて吐きそうで、今すぐに逃げ出したいけど、ここで逃げたらもう本当にダメになっちゃうから。うっちー、あ、いっぱい来た。おい、何してんだ。ちょっとうっちーの手には余るかな。あ、お前らか。ちーと生意気な親子がいてな。お前ら手貸してくれや。いや俺一人でやるからとか言ういや。もうなんかもうダサい、ダサいで、ダサいで。おい坊主、今逃げるなら今のうちだぞ。あー、よく言った。俺は逃げない。母さんに当て出しさせない。よく言った。お前ならきっと母親を助けに来ると思ってたぜ。手を出すつもりはなかったが、多勢に無勢だ。俺も手伝わせてもらう。斉藤さん、ありがとうございます。何をごちゃごちゃ言ってやがるお前ら。いやー、もうよく、もう こうなったらよくぶつかってくれたと褒めてあげたい。お前らこいつらまとめてやっちまえ。あ、でも剣抜いてる、剣抜いてる、握ってる剣を。うちが、うち正義の剣やったらな、正義の剣やったらな。まあ人が死ぬのはショックかもしれへんけど、死ねへんけど、必要な戦いもきっとあるんやね。はいはい、うち大丈夫。やってる、切られてるけど。うちあ、頑張ってる。切られて血しぶきがすごいけど、うっち頑張れ。倒せへんかな。さすがに最後の一人になったら。あー、防がれてる。うっち、はい、これでまだトラウマになったりしへんかな。大丈夫かな。最後豪快にやったけど、あ、でも生きてるから。ほらほら、ピンピンしてる。さっきまでのはきっとトマトとかやで、赤いの多分な。ほら大丈夫。うわー、あ、お前ら待ってくれ。大丈夫？おいおい、大丈夫か。はは、やんなぁ、そりゃそうやわ。はぁ、怖かった。怖くて剣を握るのなんて久々で、でも母さんが危なくて夢中で。斉藤さん、俺やってたよ。相手にもな、防御されたりもしてたけど、ちゃんと食らわせてたやん。ああ、かっこよかったぞ。うっちー、母さん怪我はない？ああ、いい息子さんですね。うん、私は大丈夫。うっちゃんこそ怪我はない？うん、平気。あ、ちょっと やられた。やっぱり体に鈍ってるな。いつもは何か頑張ろうとすると、子供の頃の嫌な記憶が蘇って体が動かなくなるんだけど、今日はなんだか必死で体が勝手に動いてたんだ。それもこれも全部斉藤さんのおかげですよ。そんなことはない、全部お前が頑張ったからだ。そうやね。いや、こっちは手助けしただけで、斉藤さん、俺が母さんを助けに来るってそう信じて、俺が来るまで待っててくれましたよね。正確には信じていたのは俺だけじゃない。え、そう、お母さんもやねんで。うん、うっちゃんならね、助けに来てくれるんじゃないかって思ってた。あー、いや、いい親子ですね。母さん、
斉藤さん、もしかしたら今日の出来事は特別で、明日からは今まで通り頑張ることが難しいかもしれません。でも俺やります。母さんのため、自分のために、また剣の道を目指してみます。うん、頑張って。うん、そんなすぐに変わる必要なんてないから。すぐには変われないと思うけど、少しずつ頑張って、いつか自分の道場、おお、そうなった時には遊びに行くわ、うっちゃん。うん、お母さんのためにも。まあでもお母さんのためとばっかり思わずに、自分のために頑張って。はいはい、いい声、いい声してる。はい、斉藤さん、先ほど渡し忘れてたお礼です。あ、いいもん、ありがとう。息子を内太郎をありがとうございました。うんうんうん、またしよう。あ、めっちゃいい話や。なんかさ、いや、いつも龍が如くはいい話多いけど、なんやろ、なんか多くない？気のせいかな？いつもこんな感じやったっけ？特別多い気がする。人との絆って感じの話が多いからかな。チンピラとは戦いたくないので避ける。あー、なんかぼちぼち時間使っちゃったな。ちょっと袋貝行ってお尋ね物の受注だけしたいねやけど、とりあえずそこまでは行こう。お、なになに、どうしたん？お待つ。斉藤さん、ちょっと待って。え、本当に申し訳ないんだけど。え、なになになに、どうしたん？あら、あの妖刀持ってた？この前の斉藤さんが捕まえてくれた辻切りの浪人に逃げられちゃったの。逃げられた？どういうことだ？うんうん、傷の手当てをした後寝かせていたの。でも少し目を離した隙に。そっか、あまり気にするな。また見つけたら報告しよう。また悪さしてるかな、辻切り。またなんか、なあ、関係ない人が切られるかもしれへん。あ、また謎の忍者や。今回は青いけど。盗みを繰り返してる。10人組、ぼちぼち多いな。伏見一番街周辺ね。うん。あー、また出た。同じ人かな？辻斬り侍。梅小路町付近で辻斬りが発生。至急調査されたし。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。でも、落外の方やな、どっちも。確か、多分。あ、この二つか。あー、じゃあ、次、こそ、この二つに触れて、まあ、寺田屋戻って寝てもいいけど、もうちょっと、もしかしたらもうちょっとサブストーリーで遊んじゃうかもしれへんけど、まあ、その時やりたいことをやろうかなと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。